ございます。12月2日朝6時6分です。12月2日朝6時6分です。今日は天気良さそうですね。ちょっと海岸の方まで行ってみましょう。今日やってることはですね、今日の予定、この間ポイントは1週間分のポイントが溜まったので一旦、壮大な実験をしようとしています。このポイントをバイタリティポイントをウォーキングで果たして獲得できるのか実験です。ウォーキングを1時間以上した場合ちゃんとポイントが入るのか入らないのか。この前はゼロだったんです。実験です。今歩っています。そう、走り出したい衝動を抑えて歩っています。なんとか1時間歩ってみようとそう思います。いつもお世話になっているローソンです。バイタリティポイント貯まるとコーヒーをおごってもらっています。ローソンにありがとう。ローソンいつも助かるよ。ローソン先輩って呼んだ方がいいのか。そう、ローソン先輩いつもチュアスおごってもらってありがとう。そんな仲間かな。今そこを走っていきましたね。もう仲間に会えると嬉しいな。さあ急いで階段向かいましょう。今日の朝焼けは綺麗ですね。ちょっと期待できそうですよ。どうもこのウォーキングの方がアクションカムぶれずにいいようですね。非常に、良い映像が撮れているのではないかという感じがいたします。はい。いやいい景色ですね。これは最高ですよ。お、今日もまた写真を撮りに来ている人がいますね。いい写真撮れてるんでしょうか。どうです、素晴らしい朝焼けでしょう。これは走りたい衝動に駆られますけど、今日は実験ですので頑張って走らずにやろうかと思っています。しかし素晴らしいね。このこの朝日というか朝焼けは素晴らしいね。昨日は夜飲み会があったんですよ。視聴者の皆さんには関係ないですけど、飲み会があったんですけど、その飲む量もそこそこにこの朝日を撮影するという、ことにしました。というか結構酒を飲むのも好きなんですけどね、なんでか飲まずに、終えてしまいました。おっとっとっと、あんまりたくさん飲まずに、
ここにいるというわけです。それにしても耳が冷たいですね。そろそろ、そう、普段走ってばっかりいるんで、この時間帯歩いてると耳が痛いっていうのに気づけませんでした。アホですね。まあでもいいでしょう。これは素晴らしい朝焼けが拝めてますので我慢です。そしてお話がしやすい、それもまたいいところですね。このウォーキングの、普段はハーハー言いながらこうカメラ回していますが、今日に関してはハーハー言いません。ウォーキングだからです。そろそろ2キロ歩くところですね。2キロとか、そう、距離気にしなくていいんですね、ウォーキングの場合は。住友生命のホームページによると、時間です、距離より時間です。時間を重要視して、ウォーキングすると、これが大事です。なので今は時間を気にせず歩き続けることにしましょう。いや、時間よりこのあれですよ、朝日の素晴らしさ、それが伝わっていればいいですね。あそこにも同行の師が、そう、昨日もいらっしゃったカメラマンの方がいらっしゃいます。はて、良い写真は撮れたでしょうか。僕も気になります。おっと、2キロですね。あんまりだから気にするなってんだよね、そのこと。望遠レンズがすごい機材持ってらっしゃる。これまた新たな実験映像です。これ何かっていうとですね、後ろ向きにアクションカムを取り付けまして、これは私の背後の映像であります。面白いですね、背後の映像が撮れているはずです。今、そうリモコンで見てますよ、ちゃんと撮れてるかどうか。面白い、これ面白い。自分で到底見ることができないはずの朝焼けが撮れているはずです。これはいいな。海岸を今行ったり来たりしてるわけなんですけど、朝日が昇るまで、何しろ1時間歩かなきゃいけないですから、海岸線がずっと東に向かってる方を歩っちゃうと、そう家に帰れなくなっちゃいますからね。うろうろしてるわけですけど、家のそばを。だけど、そう、このカメラを、カメラじゃない、リモコンを覗き込んだりしている様子が映んなくていいかもしれません。この後ろにつけるっていうのは、アクションカムを後ろ向きにつけるっていうのは、ひょっとしたら。でも自分で見れないっていうのは、自分の肉眼で見れないっていうのはよくねえな。本末転倒ってやつですよ。この景色が見たくて海岸まで来てんのにさ、みんな撮りに来てるんだ、やってね。
素晴らしい朝焼けですね。いやっぱり前向きに戻しました。すいません、今の時期ってやっぱり綺麗なんですか？今の時期はね、はい、海から出てくるんだよ、太陽。ああ、そうですよね。あ、夏になるとこっち行っちゃいますもんね。山の上だから。はいはいはい、はい、11月の中頃とか、あれから海に出てくる。11月から真冬の間って感じですか？1月の終わりぐらい。あ、そうですか。僕もそう、最近気づいたんですよ。今出てくるの40分線。はい、走ってばっかりであんまりちゃんと見てなかったんですけど、初めてちゃんと見てたらこっちから出てくるから、あ、いいなと思って。あ、目がないとまた寂しいですよね。日の出と同時に目が動き始めるから、はい、あっち行ったりこっち行ったりしてる。三脚立ててられない。あ、なるほど。僕あそこで三脚でビデオカメラで撮ってるんですけど、あ、そうかそうか、だから皆さん、はいはいはい、動きますよね。ちょうど太陽が出始めると動き始める。あー、なるほど、いいですよね、朝日って。はい、そうですよね、いい感じに出てくれそうですね、本当に。ああ、いやー、ありがとうございます。のみということなんで、私たまたまいい時期に撮影を始めたんですね。前からジョギングはしてましたけど、そう、朝日を真剣にっていうか、こんなねビデオで撮るほどしっかり見るっていうのがあんまりなかったのね。うん、そう、苫小牧に住んで長いんですけど、びっくりです。苫小牧に住んでとても長いんですが、もう20年住んでます。24年住んでます。でも知りませんでした、そんなに。こんな海に近いところに住んでて24年もお前いい加減にしろっていう話ですよね。いや、わかります。海が好きで、なのに海から遠いところに住んでる人からすれば、お前は本当に何を考えているんだ。その前も僕は海に近いところに住んでましたから、ずっと海から離れたことがありません。北海道の日本海側の方の奥尻島ってところに住んでたんですけど、そう、その頃から海から離れたことがありません。いやー、あの頃から撮影しとけなかったよね、奥尻島さ。うん、いた時に北海道南西沖地震というのが起きましてね、奥尻島は大きな被害に遭ったんですよ。まあ、だからこそ余計にビデオカメラ持ってなかったもんな、当時。ハンディカムの出たての頃だったな。パスポートサイズとか言っちゃって高かったんですよ。ご存知の方はそんなにいらっしゃらないかもしれませんけど、浅野敦子がトレンディードラマで一世を風靡した浅野敦子が宣伝してましたね、確か。ウォークマンの CM なんかもお猿さんがやったりして、ソニーはもうブイブイ言わせてた頃です。ベータと
VHS のビデオカメラ、ビデオカメラじゃない、あれはビデオ再生レコーダーの戦争には負けちゃいましたけど、でも、ウォークマン、それからハンディカム、一人勝ちの様子を見せていました。本当にソニーは勝ってたんだよね、あの頃。お、また白鳥さんが仲良く5羽海の方を泳いでいます。あれは白鳥ボートではありません。白鳥ボートではなく本物の白鳥です。映ってるでしょうか、皆さん見えますか。お、ようやく3キロ。キロは気にしなくていいっつってんのに気になりますね。お、お、なんか出てきそう。ちょっとでも船が邪魔。先ほどのカメラマンさんに聞いたらですね、船が邪魔なんだとおっしゃっておりました。年配のカメラマンさんでいらっしゃいましたが、これを撮影するときに船が邪魔なんだそうです。船が、確かにそうですね、船が邪魔ですね。だから、もう一つのカメラを三脚置いて僕は撮ってるんですけども、移動しながら撮った方がいいってその年配のカメラマンさんがおっしゃってました。移動した方が船がいない状態で撮れるということのようです。ああ、今日は穏やかですね、海が。本当だ、確かに移動したしながらの方がいいみたいなんで、僕は今カニ歩きでなんとか、そのいや後ろ向き歩きです。今度は後ろ向き歩きで、太陽が出てくるところを撮影しようとしています。おーおーおー、これは危険極まりないな。おい、そろそろですよ、そろそろ太陽が昇ってくる時間です。よいしょ。そうそう、後ろ向き歩きなんかしてたらここから落ちちゃいますからね。あ、いいですね、これはいいですよ。おお、登ってくる。素晴らしいですね、これ。いや、素晴らしいですよ、実際。これは、いい。景色だ。なんて素晴らしいんでしょう。まるで、うわあ、まさに御来光って感じですよ。うわあ、すごい。なんかわーとかうーとかばっかり言ってますね。でも本当にすごいんですよ。どうしよう本当。あ、来た。
来ました来ました、太陽が見えますか、見えますか、皆さんおはようございます。うわー綺麗、うわー来た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 、いいねいいね、ウォーキングしながら見る朝日もいいね。いやー実に素晴らしい。おおはようございます、おはようございます、太陽さんおはよう、今日も一日みんなを照らしてください。いやーなんて神々しいんでしょうか、素晴らしいですね、素晴らしい朝日です。いやー本当朝焼け良かったですね、朝焼け良かったですけど、やっぱりこうして上がってくる瞬間が一番素晴らしいですね。ああここだ、ここだと、ここだと船と船の間だ。朝日が昇り始めると船が動き始めるんですよ。そういうふうに先ほど年配のカメラマンの方がおっしゃってました。うわーなんて素晴らしいんでしょう。これもう一つカメラ持ってきてズームで狙いたいな。いや僕今歩くの忘れてます。ウォーキングしなきゃいけないのに実験とか言っちゃってさ、全然ウォーキングしてません。うわーこの角度と船が太陽をちょうど隠すような感じで、うわー綺麗だなこれね。えちょうどだるま太陽っていうらしいですね、この太陽は。だるま太陽だ、だるま太陽、見事にだるまですよ。もう一個太陽があるように見える、まるでもう一個あるように。いや素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしいです。この朝日ずっと見ていたいですね、本当に。許されるならずっと見ていたいもんですね。素晴らしい、大変いいものを見ています。今僕は素晴らしい朝日ですね、皆さんご覧いただけてますか。それでは皆さんまた朝日とともにお会いしましょう。今日の住友生命
バイタリティポイントは多分入らないと思います。でも朝日が美しかったのでよしとしておきます。もうちょっとご覧ください。いや、これは素晴らしいですね。本当に素晴らしい。